達の秘訣その2、常にサーフィンすることで、サーフィンはこういうスイートスポットが小さい、ね、止まってる場所が小さいところ、今日はね40センチぐらい、右左クリームさせてエッジで前後左右のコントロール全部詰まってます。これが長乗りできればそれだけ上達に近くなります。そして前一言長乗り楽しい。帰る時のコツ、ウェーブの真横にお尻を持ってくること。今お尻がウェーブの真横です。そしてフェリーグライドするんだけど、少し上に登るつもりのフェリー。はい、入った。さあ、ボトムにちゃんと水を受けるのを感じて、クリーム前方動作ね。よっ、体は後傾しない。サーフィン中に後傾すると前が持ち上がりすぎて下がっちゃいます。サーフィンは前に行きたい。前に行く落ちる感性を引っ掛けます。出てる。じゃあ、でかいな。